一の川とは、埼玉県を流れる一級河川。荒川水系の支流で、流路延長は3 8 1キロメートル。埼玉県大里郡より一丁大技群れあざげ課内の、丘陵地帯北斜面のため池に源を発する。源流周辺は、ゴルフ場が立地している。流路を北から徐々に南東に向きを変え、田園地帯の中いくつもの小河川や沢を合流し、 次第に流量を増す。また、左岸の丘陵地帯沿いに関越自動車道が並行する。嵐山町役場付近で流路を東向きに転じ、東部東上線の北側を並行して流れる。関越自動車道を交差する付近から丘陵の円沿いを流れ、流路の蛇行が激しくなる。また、滑川が市の川の北側を並行して流れる。 国道407号を交差する付近から両岸を高い堤防で囲まれるようになる。滑川が左岸に合流し、引き給料を抜けた辺りから流路を南から次第に東に向きを変える。市の川大橋が架かる復帰ゴルフ場付近では川幅は600メートルと最大になる。この付近の河川敷は遊水地としても機能している。かつての荒川の旧堤防であった桜堤。 公園付近で流路を南東に向きを変え、比企郡川島町三保屋塾と北本市石都市区の境界付近で荒川右岸に合流する。荒川と市の川の合流点から荒川と入間川の合流点にかけての荒川は、かつては市の川の本流として流れていた。1629年に今中寺により荒川のがえが行われ、和田吉野川及び市の川を経由して、 入間川の本流に接続され、現在の荒川に近い流路となった。元々の流路は元荒川として残った。これによって、市の川の下流域周辺では水害が増え、吉見両囲い包みや川島両囲い包みといった、大囲い包みの堤防や水か塔が作られた。現在でも桜包み公園の土手や市の川大橋より、 西の川島子ども動物自然公園自転車道線の築堤として抗が残る。市の川の上流域には、灌漑用の小規模な席が随所に設けられている。流川橋荒川と市の川の合流点上流から、ありがとうございます。